日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、本日9月29日は2023年のお月見です。というわけで今年のお月見は何食べようかなと悩んでるこのあなたに向かって、私は今日こちらファーストキッチンウェンディーズ、ちょっと下の方で見えづらいんですけど、ここにあるちょっと角度モスバーガー、そしてちょっとまた見えづらくて申し訳ないです、だから下の下にあるすき家のお月見メニューを一気に食べていきたいと思います。まあ時間ない時にちょっと今年のお月見は間に合いませんけど、来年のお月見であなたが食べる商品の参考になったら非常に嬉しい。そして今年の動画を見て一緒にお月見気分を楽しんでくれたら本当に嬉しく思います。それではちょっと、今年自分もどのお月見メニュー食べようか悩んだんですけど、だったら全部行ったらいいかって思って全部やってみました。まあミニサイズにしてたりとかちょっと考えてるような部分もあります、ね、それであと米田コーヒーも気になってるんですけど、このボリュームにさらに米田コーヒーつけたら確実に大惨事になると思うので、今回は自粛しました。まだ個別で出すかもしれないですね。ではまずこのずっしりとしたバーガーが特徴的なファーストキッチンウェンディーズのチキンフィレバーガー、お月見から食べていきたいと思います。お月見の要素は中にあるこのちょっと見えづらくて申し訳ないんですけど白い卵部分ですね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。今年もお月見いろいろ楽しめていいな。だけどお月見といえば卵っていうのは、もっと言えば目玉焼きっていうのは誰が考えたんだろう。今更ながらちょっと疑問に思ってきました。視聴者のあなたがもし知ってたら私に教えてくれると嬉しいです。さてお肉がと思ったらお肉だけじゃない、もっとすごいものも中に入ってた。これあれを食べた後だとおかっちゃの中にある野菜が優しく染み込んでくる。さらにパキッという音も聞こえてきたり、まあ、甘辛さがあるとまたパンとは違う美味しさがあっていいですね。お月見のお菓子とかもまた食べてみたいです。だけどあれは入れなくてよかった。ごちそうさまでした。まず結論から言うと米田コーヒー含まなくて大正解でした。言ったら絶対に食べきれなかった。はい、まず最初に食べたウェンディーズの2品はそれぞれ、まあ、お月見をイメージした半熟目玉焼きとチキンフィレバーグ、チキンフィレのフライ、まあ、あるいはハンバーガーと、ハンバーグとベーコンがある、ハンバーグというかいわゆるパテか、パテとベーコンがあるんですが、それだけじゃなく中にハッシュドポテトまで挟まってました。うわ、ポテトとバーガーセットに当たってるのはおなじみですけど、まさか一緒に来るとは。なのでもう本当に1個食べるだけでも結構お腹に入ります、たまりますね。それで2個、正直もう本当にがっつり行きたいお肉好きの方向けの月見バーガーと言えます。だから何でしょうね、小さなお子様は野菜が入ってないので喜んで食べるかもしれませんけど、量的におすすめしませんね。あとなんだろうな、自分はあまり偏見で言うつもりはないですけど、女性の方もちょっと厳しいかな。木下優香さんぐらい大食いの方だったらいけると思いますけど、ガツッと、私ガツッといけるよっていう人でなければ本当に手を出さない方がいいです。男性でも同様です。うかつに手を出したら痛い目に遭います。だけどお肉のうまみはしっかり口の中に広がってきて美味しかったです。本当に長く、めっちゃ長くなった。でこちらのポカッチャはなんか月見要素はもう卵の量自体も少ないのでそんなに感じられなかったですね。まあなくはないんですけどちょっと物足りないかなって思いました。ただファーストキッチンウェンディーズの後で食べると結構お野菜が優しさが染みてきましたね。でバーベキューソースの甘辛さとウインナーの
パキッとした食感、うまさがフォカッチャのもっちり生地でよく合っていました。バーガーとはまた違う美味しさがありましたね。で、今回比較のためにバーベキューフォカッチャも買ったんですけど、本当に少々卵が入っているか入っていないかだけの違いなので、美味しいんですけど、お月見気分にはちょっと足りなかったかなと思います。で、最後、すき家の、こちらのミニ牛丼すき焼きなんですけど、多分店員さん、蓋とシール間違えてますね。最初に食べたこの月見すき焼きって書いてやった方が結構プリッと唐辛子の刺激が来て、後から食べた旨辛すき焼きと書いてる方がまろやかな甘い割り下の味が染み込んだものになっていました。これ自分が、まあ、商品間違われたわけではないので、別にそれでああだこうだ言ったりはしないですけど、もし小さなお子様に食べさせるように2つ買っておいて渡しちゃったら大変なことになってたかもしれませんね。うん、すき家さん、今後はこのようなことがないようにお気をつけください。で、月見すき焼きなんですけど、まあ、すき焼きと卵はおなじみで、最後に、なんか自分だったら最後に残ったちょっと卵にご飯とか入れちゃうタイプなんですけど、それが結構ガツッとくる。はい。ガツッときましたね。最後にちょっとだけ残ったお汁にご飯をいただくのではなく、初めからお汁を染み込ませる全体のご飯、量のご飯と、美味しい割り下の染み込んだ美味しい具材がいっぱい入っていて、旨辛の方はビリビリビリと結構刺激的でうーんってなりましたけど、辛いのがお好きなのであれば味楽しめる味だと思いましたし、通常版は割り下の優しい お砂糖の甘さが口の中を広がってきて、またスイーツ系とはまた違う優しいお肉料理となっています。バーガーよりもご飯の方が私好きという場合は、お好き屋の月見すき焼き牛丼、おすすめですね。はい、というわけで本日はファーストキッチンモスバーガー、すき家の月見商品を全部食べ比べてみたのですが、最終的な結論から言うと、がっつり行きたいならファーストキッチン、少し優しくあっさりと行きたいならモスバーガー、ご飯が私が大好きなんだというのであなたがそう思うのであれば月見牛丼ですね。点数としてはどれも甲乙つけがたいので、全て5点とさせていただきます。好みと食法の問題かな。あとはあなたもお月見楽しんでみませんか。まあ来年になっちゃうかもしれませんけど、それでは雪だるま仏になるかな、この春は。まあ溶けちゃいますからね。で、最後になりますが、今回食べたモスバーガー、ファーストキッチン、すき家のお月見商品、どれも美味しかったです。また来年もお月見したいけど、どのお店あるかな。あとピザとかもあるんですけど、ドミノピザの月見は2年前に発売した時に食べてますし、ピザハットのハットメルツはハニーマスタードソースが自分ダメなので、ちょっと今回は見送らせていただきます。来年はハニーマスタード以外で出てきて、で、最後までご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞、終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。